在看，刚才卡爆了，这个直播啊，不是这个游戏，不知道为什么直播一直在丢帧。这是什么？饭团明太子，明太子又名鳕鱼子，朝鲜半岛，其名称来自于韩语、朝鲜语中的明太一词，意为盐渍发酵的鳕鱼子。音乐，我能不能用 Steam 把那个 PS5 的手柄？怎么改？ボケっとしてんなよ。ちょっと考え事をしてたんだよ。琥珀截图。OK，可以，太好了，这样多方便。点错了，这个怎么也变成捕获截图了？哎，这。コンビニか、何か使えるものがあるかもな。富士屋マートは地球温暖化問題を。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。レジ袋削減など、私たち一人一人ができることをコツコツ取り組み、住みよい未来を富士屋マートと作ってまいりましょう。两脚石。两脚兽，他是他两脚兽。形はあるが、持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。
キュウリだけ持っていてもな。黄瓜。こういうの意外と買っちゃうんだよな。红螺烧。あ、エンジンがある。好きなんだよな。狗粮拿去喂狗，也这个狗也可以吃，拿这个喂狗岂不是便宜？行带，等等，先不买，我需要，主要是挺贵。铜锣烧两片圆形面饼，连达的豆沙馅的日式点心，别名三粒 ，Misaka， 三粒是盐神，含盐量极高的杯面，浓郁的汤头会令舌头站立，让人一吃难忘，只要一口就激发身体的动力。喜奇童子，从女学生的青春期焦虑中诞生的异方者。那没有男学生的青春期焦，你看有银法师，这个是被工作压榨到精疲力尽的。那这边有女学生，哎，这个鬼就设定就很奇怪。既然他是这些灵魂变的，那为什么有些灵魂不会变，有些灵魂会变，很奇怪。反正这个东西叫喜奇童子，这个叫银法师，这个叫猫鼬。当灵力时，他们的尾巴分成两半时，猫就变成了猫鼬。因为分叉的尾巴很像柚子，所以叫猫鼬。猫于夜间现身，并在一夜之间吃掉七八个人。一些灵力大增的猫似乎会袭击人类。至于猫为什么会在涩谷经营商店，至今仍是谜团。有一种说法认为是他们为了赚取冥币，好去购买高级的冥界猫薄荷。哎呦，这个是買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。超えるのだ。エンジン。要便利店。そこの2階だ。可歌可乐。洋文化融合的产品，美国经典，这也加红豆沙，取他国之长命加以改进，日本人精于此道。不是，你可乐要加豆沙，加了豆沙的可乐是吗？真想吃。燕三丁，曾经涩谷的中心，有东京最大的百货商场，大牌云集，霓虹。这个地方里面应该。なんだろうこれ。狮子头。
狮子舞、驱邪和祈求丰收等仪式中表演。人们认为狮子舞起源于印度，但那里狮子作为佛教中威严的动物受到人们尊敬。中国唐代舞狮兴盛，后随佛教一同传入日本。因为日本本土并没有狮子，呵呵，但是日本本土并没有狮子。技能点10，这都是什么？犬类，潜行移动。急，这个倒地，这是 Doom 吗？觉得我需要这个。这是 Doom。萤石，力をうまく使えよ。哎，这边有个东西没开，过去。该上楼。悠闲岛。ここあんたの家？只能上到楼顶，吓我一跳！可以上到楼顶。可以在这里看看东京现在的样，而且这个做的是真的很漂亮。可谓是真的旅游模拟器了。哎，那边那楼上有东西。部屋の封印を解除してくれ。結印。为什么我不能用触摸板？感没用。中に何があるんだ？入れば分かるよ。怎么看着这么像恐怖游戏？狗粮，日本最早的狗粮发售于1960年，2019年宠物食品安全相关法律颁布实施。日本小浴室，经典。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。哎，这不就是前传的那个地方？这确实就是前传的。
なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだ。国の番犬かつあぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。脸被涂黑的人 KK。还有枪的图纸。空调还开。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。找到该报告将获得额外的。これは俺が調べた事件について書かれた。涉谷的一个井盖附近有人口失踪事件。梁太。我找那个井盖上面有个地缚灵是被怪物杀死，他站在黄色雨衣的孩子，我以为这就是宗介，于是和他打招呼，猜想落空这是个怪物。那东西看到我吹响口哨，叫来一大堆怪物，吃一者长一智。主角宗介终于现身，是一只宠物狗，惊不惊喜，意不意外？哈哈，原来是这样。何かの参考にはなるかもな。宠物狗可还行。持有数，现在持有数是几个？两个，一个。いい感じじゃねえか。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いやもっとだ。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。各種目击。各种目击。これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。防災队。这边都是符啊，这边全是画的符。マレキ
Bias。マナチバイ。用がないなら出るぞ。向こうの世界の食べ物。冥界三色团子。与现世是类似的点心。ものだな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。饮食暂时能力提升。验证冥界日本巫术生命方便面年签2020。好、啊、方便面年。吓我一跳。これって达摩。模仿佛教高僧达摩祖师的原型人偶。出售之时双目是留白，当你起愿时就用墨水画上一边的眼睛，愿望实现后再画上另一边的眼睛。在日本，红色的达摩人偶最受欢迎，也有金黑白色的达摩，是一种可以带来好运的吉祥物。小说《河童》，1927年是日本作家芥川龙之介晚年代表作，以精神病人的视角讲述他在河童国的所见所闻。主人公在登山时发现一只河童，并追这只河童闯进他们的世界。这个世界与人类的社会相城市相悖，但又存在相似之处。其独到的讽刺和犀利的批判直指20世纪初的日本，反映他对当时社会的不满和内心的沉郁愤懑之情。语文的文言文分析开始。明史吃下同一伙炊饭做饭食的人就应该归属于同样提供食物的集体，这种以食物为纽带的象征性说法是现代日语中有所体现，例如日语熟语同伙饭食，同甘共苦的意思。推而广之，吃过冥界食物的人就属于冥界，不得重回现世，即使是神也不能凌驾于这一规则之上。日本神话中的伊邪那美就是因为吃了皇权的食物而法离开，正常的活人吃了冥界的食物就会死亡，而现在的小人处于半生半死状态，吃了好一点也不会受到什么影响。美国也有啊，不止啊，好像都有目击的意思是。你看这边，这是哪？这是英国，这是英国吗？一堆指向英国的，美国、加拿大、澳大利亚、中国、俄罗斯、大阪、怪死、林默。感知自动。这个门打不开。結界だと。マンションごと押しつぶす気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。
演出真的是怪。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ。ここ。切换弓空灵。二一。あ、もう大丈夫だ。って数分だ。急げ。さっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。している暇はないぞ。なんだ。近いぞ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。对，但是这样，算这样过场动画里太他妈怪了，两个一毛一样。
よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う。いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。灵视。これは。さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。あいつを追うんだろ。どこ行くんだよ。あ、这个西的我们在走。これって…汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。おでん、おでん、おでん、66円均一セール。暑い時こそ商売熱心だな。魔性出しのおでん、おでん、おでん、眠れない夜にはやっぱりおでん、おでん。そういう意味じゃなかったような。山で売ってるのかよ。樱饼。肉喜烧罐的。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい。せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあ、どうだろうな。和那边战斗的是能算头。不敢音频语，反正我需要多听点日语，最近在学日语。
乱丢一时爽。啊，这。見守ってくれそう。そうだな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おお、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。X 滑翔，风铃翻。有些怪物不会主动攻击。でまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。日老，从想要逃到某个地方的愿望中诞生的异方者，体内一片虚无，飘在空中发动攻击。天狗，一种居住在深山里的神秘妖怪。天狗岛，天狗力。天狗会危害人类，令人畏惧。他们有时也会享有好感人的传授武艺。据说十二世纪左右，武将袁义经的剑术就是师从京都鞍马山的鞍马天狗。也有人类变成天狗传说，即使那些心中充满傲慢和怨恨的僧侣死后就会堕入被称为天狗道的魔界，天狗翘尾。
浄化していけば道は。人无欲，无不是指没有，而是的的意思。神的欲，他们离开的所有神明，各路的神明都会聚集到出云集会，所以出云大社所在的地方被让十月成为神在物。は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。戴面具的老妖怪。天上まだまだいそうだな。你叫个电话子。不见了。将蝗虫啊，还有这种东西，这我参观没见。
稻荷寿司。艳女，从日复一日强颜欢笑的欺骗中诞生的一方之。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。成長してるじゃねえか。今のお前なら新しい技を習得。陰柄关东的长命寺门前，另一种阴笔叫做道明寺，它是用糯米把豆沙馅完全包裹起来，这个是卷。拉弓速度提升。できそうだな。力をうまく使えよ。其实不是耻辱的风格，它没有那种沉浸模拟的感觉。厕所一般都是恐怖游戏的重灾区，但是这个游戏它并不是恐怖游戏，但它给你搞的也很那个厉害，它搞这种开柜子门。哎呦我去，什么声音？罐装味增汤，煎入哈利，这还有这种东西啊？为什么有人在这里加这冥界的东西？多衣服，这是哦，能打这小型跑车模型，1970年代昂贵的汽车在日本极受欢迎，市场飞速扩张，超级跑车一词也应运而生，人们创造了很多以超级跑车为题材的漫画和动画，也有很多周边，甚至有超跑形状的橡皮擦。这游戏在这个文化细节上真是拉满了。
就疯狂的日本文化，简直是塞的细致到不能再细。游戏中心、特别格斗英雄，真的是日本旅游模拟器啊！这真的是日本旅游模拟器，哪有这么细致？一边烧烤年糕，蘸上酱油后，再用海苔包裹。海苔不但能提升鲜，其实还能在你吃的时候不会弄脏手。制作年糕是先把普通的大米更具粘性的糯米蒸熟捣成泥状后再重新塑形，可以直接食用，也可以煮着或者烤着吃。年糕历史相当悠久，奈良时代的文献中就有关于过它的记载。太细致了。原神门自动关了，这怪吓人的。あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まると、そこにはあまたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念は、やがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ。又是情绪积蓄已久，就爆发出来，变成一。この辺りだと。感谢艾尔投喂的小星星7个。淤塞腐木，寻找机会。所谓“把血的流れが止まるとよくないからね”，あそこは不気味なところになっちゃったよ。普通版，这游戏豪华版没有用了，它就是个音。它只有个音轨，还有几套皮肤，我觉得真的没有任何必要。它也没有季票什么，它要是有季票，我就买豪华，但它也没有，纯粹那点东西根本就太没必要。Paris。寻找有水多的地方。反正就是一些皮肤。这个游戏对于日本街景的刻画简直是牛逼到爆炸。这个可能是历史上对于这种日本现代都市描绘的最细致的开放世界游戏，我觉得真的没有比它更细致的了。如龙也没有这个这么细致，女神异闻录那更不用说了。所以这个幽灵线东京啊，这一点就非常值得称道。总算有一款细致入微的，并且用很漂亮的画面光影打造的一个现代日本都市。虽然它是个阴间都市，但是呢，还是非常的可以旅游的，还是可以旅游的。一头学生跳舞视频做得很好，我操，他以为那是视频。
哎呀，びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。无心。它那个漂浮的东西是什么呀？你看这只，什么？摸摸摸摸。无心可还行。哎呦，这个太好。銭湯か。人がある場所には違いない。公共浴池。中を調べるぞ。多的地。よし。お食べ。喂喂狗吃饭。慌てずに食べな。那汪就不特行。哎呀，好可爱！我突然捡了一。さっさと次に行くぞ。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。咖啡牛奶。公共浴池。先要在这边洗一遍，然后才能进浴池。我操，红色的 shit， 我去，这。那可太不对劲了。我去。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ？これも汚れのせい？戦うしかないで。
っちまったな。足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。直接被干死了，跟他妈煮个温泉蛋啊！这銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。尴尬。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ、これも汚れのせい。戦うしかないぜ。还是掌握了现金。ああ、無事に戻れたな。これであの淀みも消えただろう。烦恼退化。
不是，但这温泉也太小了。町が元に戻ったら、銭湯も再開するかな。どうだかな。这温泉就这么点。流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。まだどこかにいるはずだ。比我不是我想象中的温泉。哦，他们在施工。羊羹，原型是羊肉煮成的羹汤。咖啡牛奶。安全屋。さて、この道はどこに続いてるのやら。悠闲版五岔路。娱乐集团往涩谷郊区的楽しいところじゃないだろう。分かってきたじゃねえか。喂，干嘛？不响，不太想吃自助餐，就不太想。一个呀，哎，别爆头那个，我无理的，我操，中午。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。
見守ってくれそう。そうだな。真的被车给抓。おとなしくしてろ。やば。というほど遭遇してるんじゃないか。安心してくれ、これからもっと遭遇する。うんざりするのはまだ早いぞ。彼らは負の感情の集合体だ。それをロマンチックな表現にすると汚れと言うんだったね。汚れがエーテルと結びつき生まれるのがまれびとだ。しかし負の感情の具現化がスーツ姿の男性や高校生の姿なのは現代ならではだな。きっと昔は侍や忍者や芸者の姿だったに違いない。話によるとまれびとには客人の意味もあるそうだね。工事の国からやってくる存在のことでもあり、異国の人間という意味でもある。つまり僕やデイルもある意味まれびとだ。上厕所。多短。よし、行くぞ。
やるしかねえな。摸不着 bug 了，这写的是哦，欧拉鲁啊 ，hotel， 那酒宾馆 ，hotel， ，Kulastalu 是什么 ？Kulastalu。Where are you?Hotel Plus， 他都回来了。最近，果然这附近有个魔法师。做不同这怎么有？这他妈是什么？单饼、秋饼，不是为什么会有汉堡店叫做“新鲜的鹅汉堡”、“新鲜体”、“新鲜鹅子汉堡”？我他妈听了这名字肯定是不去吃的。
那个肯定好吃啊，金枪鱼蛋黄酱，最受日本人欢迎的口味。一名匠人看到儿子用米饭拌蛋黄酱时灵光一现，这肯定好吃。江峰啊，哎，タバコ探してくれ。どうして？推定から決まってるだろ。絶対に嫌だよ。色通灵结晶，原来如此。なんとかなったか。这里可以上去，我转晕了，我已经转晕了。因为他可以上就上。电话亭，哎呦我去，这他怎么这么高摔下来的？注意点。进化大神社，まれびとの気配がする。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え、敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。なんかいいもんあるか。鱿鱼烧。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。薯片。和彼得薯片。害得爷连好好睡一觉都不能。
おいおい、ただで働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの？这是什么？所有的收集品。腰部快活寺神仙喵，鬼瓦贴在屋顶上，爬上去找找看喵。受伤了要去那里，生病了也要去那里喵。装饰想喝一杯，那就有一家不错的店的喵。一条笔直的长路，排着卡车和汽车，卡车喵。小孩子经常骑自行车去上算珠课喵。就在自行车存放处附近，那边存放的东西找找看喵。在某个建筑的顶部，趴到高处找找看喵。锤子自然会联想到工地喵。我操，这么贵啊！这衣服也这么贵的吗？岱山神社。我现在穿的是什么？工装裤。胶片相机。美国某个轰动一时连环用的就是这种相机，这乒乓表运用就保存所以说拍摄，这些都是什么玩意？好奇怪。都在盯着一个熊猫游乐设施。食べ。慌てずに食べな。我到现在还没买什么鞋。嗯，他让我跟着他。哎呦我去！哎呦我去！这狗。哎呦，我又给踢飞了！哎，又踢飞了。哦，他能找东西。信心深いな。こういう時だからね。第一个爆。精准爆头。没见了，姐。Motherfucker。哎呦我